はい、じゃあですね、まずはこのケニーロード上にある水汲み場、水飲み場まで行きたいと思います。まあその前にですね、あこの手前の、なんだっけ、展望所かで、ちょっと休憩してきましょう。よいしょ、展望所です。おお、先客いらっしゃる、車の方ですね、珍しい。よいしょ、おお、綺麗になった。ボッコボコでしたもんね。全部あの工事が終わったんですね。よかったよかった。はい、写真撮って休憩して次進みます。止まってた車、うちの会社の先輩でした。びっくりした、もう声かけられて。あれ、あんな車乗りの人に知り合いたかなと思ったら、もう思いっきりうちの先輩でしたね。はい、じゃあ水飲み場、水汲み場行きます。こっからですね、5分ぐらい、もう離れてないっていう話でしたね。この右側に、目立たなくあるというので、ちょっと行ってきます。よいしょ、登れ登れ。はい、この辺なんですけど、これか、あ、今のとこだ、今のとこだ、多分 U ターン気をつけないとな。よいしょよいしょ、おー、これだ多分。あ、あるあるある。おお、これちょっと怖いな。よいしょよいしょ、うう、これ落ちる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 。よいしょはい、というわけでケニーロードの、水汲み場です。一応あそこお祭りしてあるから神様の水なのかな。あ、名水ラーツにしてもよかったな。まあ、いや、とりあえず味見してみます。うん、美味しい。ちょっと硬いかな。硬いけどまろやかですね。軟水と硬水の両方の感じがする。よいしょ、はい、やっと見つけました。ケニーロード上の水飲み場、水汲み場、ずっとですね探してて見つからなかったんですけど、今日やっと発見することができました。Google マップ様々です。はい、続けてですね、この先行って、なんか林道っぽいとこ入って、カインというとこの展望台行きたいと思います。行けんのかな。寒い、うわー、メッシュ失敗した。今日昼29度とかなるっていうから、メッシュとあれで来たのに寒い。うわ、すっげえ霧、マジか。あ、ちょっと待って、今日展望台行くのにこの霧はまずくねえか。わー、大丈夫かな。これ展望台登って何も見えねえってありえそうだぞ。斜め左方向、え、これか、これだ、行けんのかしら。よしよしよし、おお、おお、すげえ下り、すげえ下り。よし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 、ちょっとなんかイノシシとかシカとか出そうですからね。これちょっとゆっくり行こう。ああ、これ帰り、これ一足じゃねえで登れねえわ。まあ、こっち来ねえけど。おほほほほ、はい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 。うわ、すげえ下り。ああ、ちょっとこれで落ち着く。ああ、しゃあ。おお、すごい逸材じゃないですか。こんな南阿蘇にこんな素晴らしい道があったとは。よし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 、はい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 。おお、とっ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 と、いやー、やるやんけ。よし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 、はいはい、よしよし、おお、すげえ、すげえぞこれ、すげえ景色だ。
お、道があるあそこ。え、なんだ、すげえ。すげえ景色。おお、あそこ行ってみて、あの下行ってみて、ちょっと今度調べよう。なんだ、すげえ楽しそうじゃん。すげえ綺麗じゃん。へえ。あ、ちょっと展望台楽しみ。どこなんだろう。おお。おお、すげえ。いや、これすげえぞ。ちょっとこれは見つけちゃった。おっと、見つけちゃったかもしれない。いやー、おう、こんなとこがあったとは。こっから左に登ってったところですね。が多分よいしょ、展望所、あの上かな。ちょっとこれはギアを下げねえとダメだ。さあ、どこへ。よいしょ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 。おお、クロスカブならいける。俺のクロスカブならいける。よいしょ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 。あれ、はい、というわけでカインの展望台の入り口とおぼしきとこに来ました。ここにこうやって道が続いていてですね、でここの先にほら、あれですね、多分あれのことだと思うんですよね。ですいません、ちょっと僕やめときます。ちょっとこの道行くんすよ、ちょっと危ないかなと。ちょっとですね、3週間後に僕結婚式を控えてる身なんで、勇気ある撤退です。はい、ということであそこの展望所諦めて勇気ある撤退です。もうちょっと行きやすい道だと思ったんだけどな、やっぱ山の中を舐めちゃいけねえということですね。ちょっとこの下りも怖いんですよね。結構な傾斜があったんで。よいしょしょ、行けっかな。よいしょー、いいよー。おーおー、すげえなー。あそこグリーンピア南阿蘇ってあれだ。あそこから見たらですね、こんな景色が見れたんですね、多分。よしよしよし。よしよし。おー。写真撮ろうと思ったけど、逆光だな。いや。えい。しゃ。いった。はい、ここで右方向。で、ケニーロードの方へ戻ります。あ、これか。前写真撮った石壁。どうだ、そうだったかな、これだったかな。あ、これだ。この下にバイク置いてですね、見上げるように写真を撮るとなかなかいいですね。今草生えてるからしないですけど。はい、ケニーロードに帰ってきました。よいしょ、来てないね。はい。まあ、ちょっと私のチキンハートが出てしまいましたけど、まあ、とりあえずはですね、いい道が見れたということで、よしとしましょう。はい、じゃあ次はですね、いつも行くケニーロードの展望所行って、その後コドナーヒュッテ、コドナーカフェさんを目指そうと思います。えいえいえい、おお、こっからが本番だった。よいしょよいしょよいしょ、はい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 。